水田市立豊津第一小学校は大阪府水田市にある公立小学校。読書活動や算数科での少人数指導を及びティームティーチングなどに力を入れている。また、敷地内に併設されている幼稚園との交流活動も行っている。明治時代初期に当時の豊島群たるみ村、江ノ木坂村にそれぞれ設置された二小学校を起源とする。 二校が1886年に合併し、特喜小学校と称した。特喜小学校が現在の豊津第一小学校へとつながっている。当時は現在の水田市春美町一丁目56番付近に校舎を設置していたが、1933年に現在地に移転している。1934年9月の室戸台風では校舎が倒壊し、児童、 教員合わせて50人以上の死者が出る被害を出した。1947年の学生改革により、吹田市立豊津小学校と称した。工区一帯は1960年代までは農村地帯だったが、餌家地区が住宅地やオフィス街として開発されたことに伴って、児童数が増加した。これに伴い1969年に、 従来の校区のうち新美道筋異性を分離する形で、水田市立豊津第二小学校が分離開校した。豊津第二小学校の分離と同時に、水田市立豊津第一小学校へと解消した。現在は、豊津第一小学校に校舎増設の準備が進められている。ありがとうございます。